この前ね、到着した時に例をねもらったと思うんですよ。これをね、もうだいぶね、こう3日経ってるんで結構しおれてきちゃったんで、まあ、これのね有効な使い方として、これね、これ今切って風呂に浮かべたらこれリゾートなんじゃねっていうことで、今からねちょっとやってみたいと思います。金プロジェクト。この紐でついてるんだけどさ、切るものがない。あ、だいぶ頑丈ですね。あ、もうこれ取っちゃうよ。おお。なんかもう野菜を切ってるようなそんな感じですね。野菜をちぎって入れ汚いけど、これをここに入れます。ただなんかさ、めっちゃゴミが浮いた感じですね。なんか思ってたのと違う。汚い。あ、でもいっぱい入れればなんとかいいんじゃないかな。映ってるよ。なんかちょっとよからぬものが今フェードインしてきたけど、フェードアウトしました。フェードインしました。何してんの。汚いな。これちょっとワシャワシャってしたらさ、あ、いいやん。ここワシャワシャってしたらいいよ、ほら。いや、なんかサイドに寄った感じで余計に汚いゴミが浮いてるように見えますね。これだね。今もう一個のやつを糸をちゃんと切って、こう鼻の元気をとどめたまま中に入れてるんですけど、これだね。これがやりたかった。真ん中めっちゃ綺麗やけど最後ゴミだな。あー、いい、これでしたね。いい感じですね。はい、もう完成。いやー、こう綺麗だね。これだね、これ。すごいですよ。やっぱね、もったいないからね、で、しおれるだけですからね。有効な活用の仕方です。ただ、この最後に蒸し野菜を入れたやつは、なんかもう、茹でられた感じ。茹でられてしまった野菜のように、くたんくたんになってますね。皆さんもやるときはぜひちゃんと糸を切ってこのように入れてください。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしました。